前科3番、893番、蝶駅太郎です。本日のお話はですね、一つのテーマをね、話すということを、こうやっていたら、蝶駅ラジオというコーナー名にしてくれと。ね、蝶駅ラジオ。まあこれがラジオかというとね、まあいろいろ疑問はあるんだけど、ラジオ風にっていうことですね。そういうやり方で話すということで、今日はね、熱、暑さ、温度。 熱ととといいいうことでね話をしたいと思います、まあ、ある時にね別にその私の気持ちの中でああこうじゃないかっていう風に思うことがあったんだけど別に口に対してするほどでもないけど、まあ、ある打ち合わせをしている時に物事をうまくさせるとかうまくいくっていうこと例えば皆さん何かこう家族間でも会社間でも友達の間でも例えば自分がやりたいことでもうまくいくかいかないかって何なんだと思います失敗するかしないか。あ はこの最近で分かりやすいところでいくとサッカーどっちが勝つか負けるかってみんな予想するじゃないですかただまあねプロのレベルになるとそうは言わないんだけど何か普通に人とこの競って勝てるか勝てないかっていうことって何の違いだと思いますそもそも我々ってどうやって動いて何がエネルギーでどうしてるかって思うっていうことで 私自身はそのポイントが熱、暑さだと思います。言葉にするとよくわからないと思いますけど、あのね、これね、適当な親父がね、適当に言ってるんだったらなんだと思いますけど、私なんて本当に50、この50なるまで、この5年ぐらいまでで何にもなかったんですよ。本当に50ぐらいまで目標もない、目的もない、やる気もない、どうにもならない。 毎月母親に携帯代払ってもらって、まあ年金は免除申請してるんだけど、保険料もギリギリのところも全部払ってもらってて、で、なんとか。 なってたんですよ。っていうのは、携帯代とか保険、国民健康保険ね、それ払ってないと、どうにもなんない。病気になっても病院にかかれない。電話は止まっちゃうと、本当にどうにもなんない。電話なく、がなくなったら、どうにもならないから。それを払ってて、ある時に払っていく。だから、それがクリアできて、その電話だとか公共料金とかも、全部、遅れ遅れ、督促が来て払う。でもね、これって本当にね、今なんかそんなことはないけど、普通、 にしてる人たちはわからないかもしれないけど1回払えば遅れにならないのにもう1回督促が来てから払う1ヶ月遅れで払ってるってことからなかなか抜け出せないそうだよねこれ3年4年ぐらい前な youtube 始めて1年ぐらい経ってからそういうことがなくなったんだけどもう家賃にしても遅れることがあるえ引き落としに間に合わないっていうのが当たり前 だけど、本当はそれはおかしいんだよね。でも、それがちゃんとできるようになるまでも、本当に大変なんだよね。で、何にするにしてもやる気がない、行きたいところもなければ食べたいこともないしっていうふうに思うて、今こうしてあの、こうして喋ってるのでも、まあ今冬だよね。今寒いよね。もう私汗をかいて話をしてるんですよね。こう。っていうのは何かって言ったら私が思ったら熱なんですよ。暑さ。 体から出る。で、これ今私死についてだとか、いろいろこの病気だとか、いろんなこと話してるんだけど、で、専門の人とかも話すんだけど、結局人間ってどうやって死ぬかって言ったら、食べれなくなって死ぬ。皆さん言いますね。冷たくなって死ぬっていうことは熱がなくなって死ぬわけですよ。でも熱の原動力っていうのはエネルギー、食べ物を食べて、それをエネルギーに変えて排出するものが尿だとか、便だとか汗だとか出てくるわけじゃないですかね。そういう原理なんですよ。で、これ人間、 とか動物だけよなって思ってたんだけど、よくよく考えてみてくださいよ。私がたちが使ってる今このパソコン、携帯電話、スマホ。それから車ハイブリッドや電気だって。そう。みんな熱を持つんですよね。 よくありますよね。スマホが熱を持ったとか、クールダウンさせるとか、パソコンも熱を持ちすぎて、熱いとダメ。マイニングがやってるとこなんか冷やして、なんか、機械も人間に似て、似てるんですよね。だから人間も熱が40度とか言ったらもう、もう,もう、もう頭が回らなくなるんじゃないですか。熱すぎるとダメになるんだけど、じゃあ冷たすぎてもダメ。だから、そういう工業製品や電化製品でも非常に人間と似ている。あの、パソコンの原理って人間の脳に似ているなっていうふうに私は思っているんですよね。で、まあ、う うういうふうに思うとあじゃあこれ適切な温度だけどどっかでなんか我々の世代っていや暑くなりすぎんなよ私が昔ねこう居酒屋や飲み屋で払って「おじさん暑いよね」って「暑いっすね」とかなんかこれバカにしてんのかないやそんな話を今と同じような。 形で同じように喋っても、みんな、うーんって、うっざーっと思ってるんだけど、今こうして、この YouTube っていうね、フィルターを通して話をさせてもらったら、わりかしね、聞いていただけれる。で、もう、5年もね、五年もめ、飯が食えるようになって、生活基盤ができるようになっていって、まあ今、人気カフェだとか、えー、人気ホテルだとか、いろんな企画に出れたり、いろんな人と繋がったり、今度はね、漫画の連載までできるというようなことまでなって。で、ね、漫画が連載になればね、次はね、ドラマ、 アニメか映画か目指せ、Netflix、やっぱりそこがネットフリーなんか出たいよねじゃもうそこの一歩手前まで来ている嘘だろうと思うけど実現できるかどうかは、まあ、私の熱じゃなくて皆様の熱クラウドファンティングでね1000万近く目指せ893万とかいうふうにやったりしてそうやって熱狂と熱を持ってもらってこの成功していると。 成功、あくまでもそこのことの成功ね。じゃあ、そうなったから成功だった。クラウドファンディングで成功して、お金のことは成功したけど、それを自分たちが、やっぱり判断のミスとか、自流のね、いろんなことがあって、出店した店っていうのは、クローズド閉めなきゃいけなくなった。もう、それはいい、いい反省点ですわ、それはね。だけども、簡単に閉めるわけにもいかず、なかなかこう、頑張ってやったっていう経緯まであるということですよね。うん、そういうようなこともあって、いろいろ思うとこがあるんだけど、やっぱり原点、我私にとって、ね 何ができることか、いろんなことも考えたけど、やっぱりコンテンツを作ることとか、まあ漫画を作ることに関しては、最初から思ってたことなんですよね、実は。っていうのは、まあ私のパートナーである、もうね、息子ぐらいの年齢の男、この俺太郎っていうのは、もともと漫画家、漫画志望、漫画志望っても漫画家なんですよね。ただ、漫画家になったからって言って、このメジャー誌にいろいろ出れたり、賞を取ったりしたところで、連載ができるわけもなく、簡単にですよ。それで できるわけも、なななくそんな甘かないわけでですよでもまず漫画家になるっていうことが大変で、だって皆さんの周りで漫画家ってなってる人っていないですね。歌手や芸能人とかタレントさんになってる人とかはいると思うんですよ。まあ今だったわ YouTuber とかっていうカテゴリー、誰か知り合いの一人ぐらいはいるけど、漫画家ってなかなかいないんですよね。っていうのは漫画っていうのは一人で全部完結させるんで、仮に4コマ漫画だって自分だって案を考えて絵を描いて構成作ってっていう形で、これ なかなかいないんですよ。その コンテンツとなり得るもの。こうみんな絵描いてなんか吹き出し作ってセリフレリア漫画っちゃ、じゃないですよ。簡単にできないですよ、これ実は。結構勉強ができる人でもじゃあ漫画が作れるかって言ったら、ね、なかなかできないですよね、それって。センスの問題もあったり、内容にもよりますからね。でもさあ、そのハードルがを超えて漫画家になったとしても、じゃあそれだけでどうにかなっていくほど甘いもんじゃない。で、まあそういったことといろんな規制や制約がある中で。じゃあ彼はあの YouTube と VTuber っていうものを目指して、私、 を、に目をつけて、このおっさんなら思いっころ面白いことやるんじゃないかっていう形でやって始めて、こう、そうですね、3年目の後半4年目ぐらいからよし漫画にっていうふうにシフトを切ってここに至るわけです。で、何本か書いて、こう、本来は持ち込んでね、一社一社、こういうふうにどうですかっていうふうに言った、 ですけど、まあ、ちょっと、あ、ある縁があって、これ、どうなんだろうって持ってったところに、じゃあ、うちでやりましょうと言ってくれたんで、トントン拍子と言い方はあれだけど、トントン拍子だってもう何、何ヶ月もかかるんでね。<laughs> 話が OK してから、形になるまで半年一年かかるんでね、やっぱり。なかなか大変ですよ。なかなか大変で、そこに行くと。もう、あの、決定、連載、まあ、あるいは、ページ数と、何話話の作り、 る工程でどれぐららいだった本当は私も最初からなんか前科三班って言ってね、あの、役座がどうじゃない、刑務所がどうじゃないと面白おかしく言っていたんだけど、そればっかりがやりたいわけじゃない。最初からそんなふざけてね、このなんかいうことができたわけでもなく、若い人たちの中に入ってね、なんだ超えきたろってなんだって言われることの毎日ですよえ。え って。そりゃね、そこを抜け出すまでに結構大変だったんですよ。やっぱり。自分自身じゃないって言え、アニメだと言えども、私じゃないと言えども、なんだこれみたいな。 っていうような感じだったところから今に行くまでに、やっぱり一つっていうのは何かっ,て言ったら毎日投稿、毎日配信。まあ、超駅太郎に関しては週6日ですけど、サブチャンネルは毎日もやってますし、ボイシーっていう声のアプリっていうのも毎日してます。で、それ以外のサブチャンネル的なものもやっているので、ここ数年毎日やらないことはないんですね。 簡単なようなけどなかなか難しい。いろんな方、若い方たちがこの YouTube に挑戦して、この世界に来て、で、いろいろ挫折して、どうこうって言うけど、やっぱり出さないとどうしようもない。やっぱ本数が減ってく、時間がずれる、内容が短くなるってわかるんですよ。でも続けていかないとどうにもならないっていうことがあるんですね。YouTube って先端の流行のようなもので、ノリと感覚でっていうところがあったと思いますけど、結局地味な継続力。 しかないんですよ。じゃあ、ところが、私自身が、そういったことが、得意で、地味なことを、ずっと同じ継続するっていうことが、できる人間かって、そんなもん、ありえないんですよ。できないんですよ。朝起きるのも嫌だ。努力するのが嫌い。人の言うことを聞くのも嫌。ね、決められたことをするのも嫌。頑張りたくない。熱くなることは嫌い。 もう、もう、運動は嫌だ。なんでかって熱くなるから、<laughs> 汗が出るから、<laughs> 嫌なんですよ。<laughs> じゃあ、なんだお前真逆のこと言ってんじゃないかと。さっき熱くって言うけど、私が、ね、本当にぐーたらでダメ人間なんだけど、この喋ることに関してだけは熱くなれる。だから、誰しも何かがあるはずなんですよね。ここの、この、生まれてきた以上は。さっき言ったように、漫画家になるのが難しいって言いましたよね。で、しかも売れるのはもっと難しいって。人として生まれてくる確率ってすごく、 すごくすごく選ばれて生まれてきているわこの世に命をね。 見たことないけど、その生死乱死の結合の場合からこうやって人間として生まれて、今ここでこうやってる、まあ、私みたいなものの話をこれ聞くっていうことは、いや、俺なんてって言ってるかもしれないけど、すごい競争を抜いてここに今、誰しもがあるわけですよ。いや、俺なんてもう全然成績も悪いし、全然ダメだし、会社行ってももう全然ダメだしっていうあなたも、あなたが生まれるところではトップで、輝かしいトップを勝ち抜いて今がある。そういったところのみんなの一番の代表で、 いる以上は、あんまり腐ってもしょうがないんですよね。だから、このだけの確率で生まれてきたっていうことは、 なんかあるんですよ。まあなんかね刑務所の時に教会士みたいな偉いお坊さんみたいな人が来て偉いかどうかわかんないんだけど、その人がなんかこんなこと言ってました人間として生まれてくるのはどういうことかって言ったら、この広いなんか砂漠みたいなこの砂丘みたいな砂の中で手を救ったところの砂が生き物として生まれてくると。その手の平のところからさらに指の爪に残ったのが人間ぐらいの確率だということですね。まあね、そういうことを言ってました。ところがね、最新の研究ではね、 その人間として生まれてくるって生き物って言うけど植物や葉っぱ草木にも感情や気持ちがあるっていうのが最近分かってきたんですねえー、って言うけどそうじゃないですよちゃんと感情があって気持ちがあってコミュニケーションを取ってるっていうことが分かってるんですよもうこれ間違いないことなんですよだから我々が我々の言葉や言語とかだけでコミュニケーションを取ってるってった大間違いで見えないもの草とか木や葉っぱ そういう人たちっておかしい。人じゃない。そういう生き物でも、ちゃんと、 感情があり、コミュニケーションがあって、えー、虫を呼び寄せたり、他の何かを呼び寄せたり、花粉で運ばせたりっていうことは、ちゃんと考えてやっているんだろうっていう、もう研究が出てきてるんです。だから、まあ、その、お釈迦様が言ってたどうのこうのを否定するわけじゃないけど、やっぱりその時はわかるわけない。どん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 進化していってるわけですね。で、まあ話は戻りますけど、そんな中で私は喋るっていうことに関しては、好きとか嫌いとかっていうか、それしかなかった。ただ、もう、 なんか、口から出まかすぎて適当なこと言ったってずっと喋ってる誰も聞いてくれないんで、喋るとなると、さあ、最近でも、いや、それには、あの、エビデンスが取れてるのか、本当なのかって言うけど、そんなことばっかり言ったら何も喋らないんで、ある程度のことはもう突っ走って喋っちゃいますけど、でも、そうやっていくうちに、あれこれって本当どうなんだろうこれってどうなんだろうこれ何なんだろう確認はした方がいいよねっていうことをやるようになると、まあ今だとネットで調べれる、昔、刑務所の中にいると、辞書で調べる、本で調べる、意味出すだとかね、知恵像とかをね、 調べもう、まあ、あんな分厚い本を持ってるだけでなんか頭が良くなってるような気がしますけど、見ていかなきゃいけない。そういうものを見ていくっていうのはどうするかって言ったら、まず、太陽って調べると、太陽って何だろうと、惑星の,の何度かにある太陽性の、じゃあ惑星って何だろうって調べていくと、辞書で辞書をこうずっと引いていくと、大体半日ぐらいかかるわけですね。暇だからそういうこともやってたわけですよ。そうすると、5、え、位、ー、えー、言葉を覚えれるっていうようなことになる。だから、それって何にもないけど、そういうことを集中するっていうのも熱量なんですよね。何にも も意味ないよそんなことやったって。褒められるわけでもない。なんか、お金になるわけでもない。成績にもなるわけじゃない。でも、そう言って、その時は意味がないし、どうにもならないしってやってることが、こう、生活ができるように意味があることになっていくっていうことですね。で、私がこの YouTube をやって何になるんだろうっていうふうに思って、最終の結末点は何だろうっていうふうに思ってた時に、まさか本当にこの漫画が出せるところまで行くとは思っていなかったんですよね。そこを目指してたわけじゃない。俺太郎に漫画って、まあ私は書くわけじゃない。 あくまでも原作ですよね。漫画原作という形で携わっていっているわけで、もうそうなると原作者という形で仕事をね確立できればそんなにいいことはない。まあこの1本目の漫画がどうなるかということがまあ。 試験石というか試されるところなんでところが、これも面白いことなんで、漫画っていうふうに言うことで考えると、今までは、今までの漫画画像っていうのがあるんだけど、今はやっぱり変わってますよね。スマホをはじめとする電子版がこう流星を極め、紙のところよりも、で、 漫画が読まれるところが下がってきたものが今ここ数年になって上がってきてるという韓国系の漫画だとかそういったようなものもスマホで見られるものもあるしデジタル版っていうものが私どももそこで勝負するとね最終的には単行本化という形になってかあの紙で販売するっていう形になるやっぱりそこに参入していくでもそこのさっき言ったように漫画って漫画家っていう人は一人で完結できるがこれを我々は分業しようという考え方になってる俺太郎と私で原作で俺太郎はネーム原作 で作画に関しては作画の先生分業するような形で量産していきたいとスピーディーにいきたいっていうまあ毎日毎日やってることなので毎週毎週やってることはまあ我々もこれ何年かやって慣れているのでそこの責任は取れるっていうか途中でやめたとかできないはないのでお互いこれ2人でやってきて4年半5年やってますけど病気だ怪我だ眠いだ痛いだかゆいだってことでやめたことは一つもないのでそこはなんとかできる。 かなっていう自負はあります。で、で、かといって物理的にどうにもならないことにはやめれ、なやめなきゃいけないこともあるわけですよね。だからそういうこと以外ではっていうことはできる。 と思いますね、でここから、まあ、あのまた作画の方のことが決まったりするときちんと皆様に発表していくもったいつけていってるわけじゃないんだけどやっぱりそのタイミングで言わないといけないまあなんだお前、まあ、適当にやってんじゃないかっていや意外とあそうなんだとあここからこういう形でこういうふうに出版しますよって言ったらあそれは否定できないよっていうようなことになるそれは漫画文化っていうことを否定するっていうことは日本の文化を否定する形になりますから今日本の中で一つ世界に誇れるっていうのは漫画かなと。工業製品車コンピュー 電化製品っていうようなことで、経済も政治も文化もね、昔は本当に誇らしいと誇れるとこどうなんだろうっていうような感じになって、唯一、こう、競争力があるのがそこじゃないか。まあ、アニメの世界だともう負けてるんじゃないかっていうふうには言われてますけど、まあそこにね、このおっさんがもう管理近い。私のピークは60歳だと思ってますから、そこに向けて頑張ってきた。あと3年ぐらいしかないですけど、こういうやり方、こういう考え方、こういうことをやる。 おっさんもいてもいいんじゃないかと。なんで、やっぱり、無理はしますよ、やっぱり。無理はするっていうか、新しいもの、早くできたもの、何でも飛びつけっていうわけじゃないけど、やっぱりそれを取り入れていかなきゃね。俺の時はこうだったからいいなんていう考え方は私は全くありませんので、やっぱり新しいもの、新技術。ただ、まあ、アンドロイドと、要は、あれ、あれですね、アップル製品とって言ったら、私はやっぱり、スマホに関しては、うん、やっぱりアンドロイドの方が使いやすいなって結論で、両方持ってましたけど、やっぱり使わなくなってくるんで、あ、これは、なんか、 やっぱり合う合わない向き不向きもあるので、時計に関してもアプローチとグーグルとって両方持って、両方の腕つけてますけど、両方の腕はさすがつけてないけど、やっぱりグーグルの方になりますよね、あの、向き不向きがあるんだなやってみてはっきりは分かる、やっぱりストレスを感じる動きだったり、反応がやっぱり違うので、あこういうことがあるんだなということも考えながらやってますし、漫画の描き方なんて今なんて俺太郎の見てると、ペンで紙でやってないですね、タブレットで書いてますよね、私にはよく分かりませんけど。私はそれは そういうもんなんだと。だから、私はそういうもんで漫画を,を覚えてるんで、見てるんで、彼を横に見てるんで、ニュースとかで、今の若い人たちは漫画は紙で書かない。当たり前じゃん、そんなって。<laughs> で、私のところにチェックが来るのもみんなメールで私が見えやすいように Google のドライブで来て、えー、紙が来てそこにセリフを書き直すっていうやり方をしてるんですよね。それが私にとって当たり前で漫画ってイコール紙じゃないですよ。紙に起こすことなんて最初の時にその見てもらう時に印刷しただけで紙なんか一枚にしてないんですよね。私にとってはそれが普通なんですよ。文字で入れたことなんか一回もない。直すのもこれで私はここのところって言って LINE で来た時にこのセリフは 若い衆を古文とかね、うん、暴力団をヤクザとかって言って文言を直したり、セリフを直すっていうことをしているわけですよ。でもこれっていうのもなんか言っている、これね、結論になってくるともっとね、これ違うならもう相手があって話したんだ何を言いたいかって言ったら、人は熱、熱さ。やっぱり私もこれどっかに消えない炎があるわけですよ。ずっとそれは消さないできたわけですよ。ところがみんなどっかでね、もうね、 あの、亡くなっちゃうんだよね。あの、私たちがよく言われたのに刑務所に行って、もう戦えないかもしれないけど、勝てないかもしれないけど、牙は抜けてないぞっていうような言い方をしてましたよね。いつでも噛みつけるんだけど噛みつかない。いやいやいや、それは負け惜しみだろっていうけど、やっぱりそうも思わない人と、いつでも噛みつかれるけど今は噛みつかない。でもその牙も研がなきゃね。 かけちゃうんじゃないかと。もう使わなきゃっていう風だったけど、私の牙と火はね、消えてなかった。ただ、今この年になってなぜ辞めないのか、歩むのを進めるのは歩め、やめないのかって言ったら、一回止まったりした時には本当に大変なんですよ。か一時本当に昼まで寝てて、ずっと夕方まで酒飲んでて、どうしようもない生活をも何年もしてたんですよね。やっぱり体を壊す、えー、約束もおろそかになる、何の目標もない。一ヶ月先の目標は何にもない。そんなことがずっと、ずっと 続いてた時はありますよまあこれ、漫画がね、出版という風になった暁にはね、こうだったと。いやい、や、お前、ほら、すげえだろ、ひでえだろっていうようなこと。でも、ここまで来れるんだよっていうことをね、お示しできるという形にはなるのかなと。まあ、それはじゃあ、そうだからってみんなじゃあ、私の方にね、この YouTube でくっちゃべってね、喋れるならってなるかって言ったらそ、そんな簡単じゃない。私の真似しや、どうにかなるっていう問題じゃない。こう、そういうことじゃないですよ。だから、みんなさん、それぞれ、何がしか得意なことがあるわけじゃないですか。何か これってやってきたものがありますよね私は何もない。ちょうどその4、5年前始めた時は、あなたより、あなたより、あなたより私の方が立場が低かったはずです。金もない、善科もある、やる、なんだかよくわからない、だ、誰しもが、 私よりも有利な状態だ。だから、そうだから、懲役太郎っていうのを始めたわけですよ。っていうのは、ホームレスの人でも懲役太郎よりマシだよなって、と。刑務所入ってるような状態じゃどうしようもねえよな、と。刑務所帰りじゃどうにもね、なんないだろう。ね。そのおっさんがくっちゃべってることをお聞きくださいっていうところが始まったわけなんで。まあ、それを継続することによって、ここまで来たということで。まあ、今のこの話は長くダラダラやっておりますから、どれだけ聞いていただけるかどうかわからないんですけど。まあ、これ、普通で言ったらどうなんだ 私生放送っていうのをずっとやっておりましたけど、まあ30分ですね。それはあれですよ。あのコメントが入ったり反応があるから、まあコメントに対して話していけば、それは話しやすいところもありますけど、まあ一人でどんだけ自分の思いを話せるのかっていうことを話してるわけです。まあ昔はわざと意地になってどんだけ喋り続けるかみたいなこともやってけど、そんな内容のないことをずっと喋ったってしょうがないんですよね。あの今はこうやって喋ってますけど、これは私が喋ってるというよりも、心を穏やかにして喋れる体制にすれば勝手に口が開いて くくるるとと言葉が次次から次が出てくるとただ思いついたことをずっと喋ってるわけじゃなくてそれだったら何にも刺さらないんでそれでもあなた方に誰かに「あ そうなんだって思わせるようなことを言っていかなきゃいけない。それは思いつきとか感覚で喋ってるだけではなかなか刺さっていかないというか伝わらないので。それまでにいかにこう平時ですよね。普通にしてるときに新聞やテレビや外キョロキョロしてるときに何を掴んで何を感じるかっていうことですよね。あの何かネタがないかネタがないかネタがないかって言って。 っっってててるるるよううだとととネタはななな、うん、ないっていいししここがに思ったらくまうのででこここが難しいところですねまあね、こんだけ長い話だとね、どこまで続くんだっていうふうに思うかもしれませんけど、まあこのラジオ風に喋ってる。私はラジオ出たこともないし、ラジオやったこともないんだけど、まあこうやって食っちゃう。ラジオだってさ、CM 入るからさ、途中で休憩できるよね。うん、水飲んだりとか。まず、私、まず水もあんまり飲まないですね。喋ってる時に。うん。あの、水飲まなきゃいけないようだったら、最初から喋るなんて思っちゃいますもんね。<laughs> 途中で飲めなきゃいけない。もう、どうしても、あ、これまずいな、と、もう水分がっていうようなことは、ありますけど、食べてるときに飲むようじゃ、どうしようもねえな、と、思うようにはしてますけどね。ここで止めれないですもんね。これはもう、あの、あ、これは生放送じゃないからカットは入れるんだよね。ジェットカットとか入れ,れるんだよ。もう少し聞きやすくはなると思いますけど。まあね、こんなとこですわ。ね、ちょっと長くなりましたが。まあ今後、いろいろね、活動していきますので、また、えー、ご視聴、ご弁奏、応援よろしくお願いします。えー、高評価。<laughs> <laughs> 登録 <laughs> えこれなんつうんだ高評価登録よろしくお願いします。以上です。あ、そうそう。それからですね、次はこんなテーマで話してほしいとかっていうことがありましたら、まあ、あの、採用したり採用しなかったりしますので、またね、えー、こういった、こういうことで話してほしいっていうリクエストも受け付けております。また会いましょう。よろしくお願いいたします。 あ,あ、そうそう。それからですね、次はこんなテーマで話してほしいとかっていうことがありましたら、まあ、あの、採用したり採用しなかったりしますので、またね、えー、こういった、こういうことで話してほしいっていうリクエストも受け付けております。また会いましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。